香港の経済は1997年の返還後も一国二制度により中国本土と別個の制度の下にある独自の通貨、関税制度、法制度を持っている。今日ではロンドンやニューヨークと並ぶ世界三大金融センターの一つと評価されており世界経済における確固たる地位を確立している。香港はもともと小さな漁港であった。しかしイギリスは 香港が天然の良好であることに目をつけ中国から活動した。これをきっかけとして香港は中国及び東南アジアにおける中継貿易拠点として発展した。香港ではイギリスを中心とする貿易会社が活躍したがその売弁として活動する中国人商人もいた。また中国からは福建省や関東省から移民する者も,も多く、その中心は 東南アジアに向かい、やはりバイベントして、現地経済に大きな影響力を持つようになる。香港は、こうした移民の中継地でもあり、華僑経済の中心地とも呼ばれた。第二次世界大戦が終わると、中国本土では、国境内戦が勃発し、1949年には中国共産党が勝利し、 北京において中華人民共和国の成立を宣言し、経済の計画化を進めた。戦乱や共産化を避けるため、香港には中国大陸本土からの移民が押し寄せた。その中には、安い労働力となる難民のほか、上海など戦前の中国を支えた大都市の資本家も含まれていた。また、ちょうど上海の繊維産業は設備更新期にあたり、欧米などから、 新しい製造設備を輸入するところであった。こうした事情が重なり、戦後は繊維産業やプラスティック加工などの軽工業が発展した。香港経済は中継貿易から加工貿易へとシフトしたのである。1970年代からは香港成長が新海の住宅団地開発や地下鉄建設などインフラ建設を開始しし、 香港経済は急速な発展を遂げる。そして、1970年代後半になると、労働コストの上昇や、工業用地不足などの問題にも直面し始めた。ザグローバルファイナンシャルセンターズインデックス9。ありがとうございます。